はいどうも、猫マンです。です。ということで、今日は初めて直で声を入れて実況しながらガチャを引いていこうの回です。はい。まあね、アニバーサリーをね、引かないとダメかなと思って、せっかくだったらアニバーサリー引いてこうよって思ったんでね、やっていきますよ。まあ狙いはね、村上、外、まあ、正隆くんかなっていう感じで、はい。じゃあ引いていくんでね。みんな頼むよ、願ってくれよ。いきます、レッツゴー、レッツゴー。早速月いいんじゃないの、これ絶好調、やば、一発目からこれはもう完全にあれだね、猫マンの流れ変わってるね、猫マンの流れ変わってます。まあ2枚行きはなさそう、2枚引きはなさそう、2枚引きはなさそうだけども、だけどは？ウィーラー、なんかどっか、さあ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 、まあ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 、10連でね、巨人のね、ウィーラーが来ました、アニバーサリーじゃねえのかよっていう話で、次行ってみよう、行ってみようかどう、うん、月ある、ちょっとやっぱいいわ、なかなかええ調子ちゃうん、ちょっぴり、まあ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 、なんもなんもね、あれだよ、一応ね30連で S 確定なんでね、今20連目、まあいい、一つずつ S 来てくれればいいなと思ってんだけどね、どうなのかな、え、飛ばねえのかよ、バカか、スキップ、はい、ということでね、なんだか、なんかもう20連目はなかったことにしてね、はい、ごめん、なかったことにしてっていう話で、はい、いきますよ、いきます、はい、ここね、S ランクアニバーサリープレイヤー1人確定です、ね、狙うはソット、村上、吉田正尚、どれかです、さあ、行ってみよう、ソット、きついか。あー、これだってさ、俺累計で佐藤輝明選手が来てるんで、それ被っちゃったらちょっとおもろないよ、全然面白くないよ、これ2枚引きないよね、確かね、レインボーレインボーだけど多分ないでしょ、打たない、よし、さあドキドキしないよ、はいはいはい、はいはいはい、2枚引きがない、2枚引きがない、一発目のアニバーサリープレイヤーカモン、ティロフィナーレ、カモン、レッツゴー、ティロフィナーレ、はい、ってことでティロフィナーレー、